はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ウワット大学、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはローソンから9月11日に発売されたコッペパン開いちゃいましたチョコ&ホイップ、150円、こちらをご紹介したいと思います。はい、こちらはね、ココア風味のもちもちとした生地を開いてホイップしクリームを絞り、チョコを全面にたっぷりとトッピングしたコッペパンとなっております。菓子パンですね、まあ、山崎製パンさんで作っているということなんで、うん、問題はないと思いますけど、まず開けていきたいと思います。すげえ、おこれ全面すごいな、全面チョコじゃんこれ。これさ、これ表面だけだと思うじゃん、後ろもチョコだよもうほぼ。いただきます。こうなっております。いただきます。うん、贅沢。うん、こうで、うん、ただ一つ言えることはこれ両方持っても手にチョコがつくんですけど別なんですけどでも美味しい、うん、濃厚でチョコとホイップがたっぷりで、うん、いや美味しいですけど、うん、まあ、うん、そうね、ちょっと手が汚れるっていうのを考えて3、もう爪にも入るしねチョコ、まあでもこの濃厚なコッペパンを開いたっていうのはすごい発想的な面白いなと思うんで、ぜひね、あの食べて、このコッペパン開いちゃいましたチョコ&ホイップ、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いな、ためになるなって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。関連動画も見ていただけたら、また喜びますので、そちらもぜひよろしくお願いします。じゃあね。